やれやれ、このルートも失敗ですか。だが2度目の失敗から数えないので傷は浅い。2大ヒロイン同士をぶつけて追消滅させるっつう基礎理論は間違ってねえはずにゃんだけど、まだ何か足りないパーツがあるというのか。いや、やっぱ中盤の不安定さが問題なんだよにゃ。主にあの目ん玉と思考回路がバラ色になったあいつ、奴が一人で分岐を悪い方に転がした。試しにサイコロ振らせたらゾロ目ばっか出すから、面白え女と採用したらこのざまですよ。よく考えたら偶数しか出せにゃいし、あの海底ファンブル、クックック私のとんだメガネ違いでしたかにゃ。おかげで全宇宙猫耳化計画最新作猫スクリプションも投入大幅遅れ。私自作自演動画配信で制作費ゼロ、まさに濡れ手に泡の夢しかねえ企画にゃのに。ま、配信費用の見積もりが妙に高いんだけど、なんだ内容チェックゾネスのメンタルケア費って。あいつらコンクリな肉体に鉄筋な精神が宿ってるだろうが、責任者出てこい。いや、来なくていい、怖いし。かくなる上はネクスト10年券を使わざるを。そこまでよ。にゃにゃにゃつ、見つけたわよ、有害無益な魔物。無駄な抵抗はやめて、おとなしくバクにつきなさい。うん、この高圧的、それでいてノーブルな踏まれ心地。これは鬼より怖いシスターが現れた明らかな印だが、ノックとアンロックを同時に済ませるハードボイルドスタイル嫌いじゃないぜ。呼吸だけでなく気持ちの悪い発言はそこまで、これ以上勝手はさせません。特にネクスト動向だけは断じて許しません。ふん、許さないとどうするって言うんだい。泣き起こりながらゲーミング発行したりするのかにゃ。どこかの自称を姫様と一緒にしないでください。私はあのような無様は晒しません。にゃにゃにゃその笑いが何に対してのものか、あえて流してあげましょう。サンキューシスター、やっぱ初代巨大かけらは違うにゃ。ところで今までどちらに、猫センサーではユウの霊圧感じなかったんだけど。呼ばれもしない時はちょろちょろ出てくるくせに、借り出そうとすると逃げるでしょ。ですので今回は表向きは使用人に任せて、私はあえて裏で網を張っていたのよ。何、この私を裏切ったのかい。ドク、あんなことこんなこと一緒だったのに。私は秋葉様に忠実な使用人で、謎かわいい科学少女などではありませんが。ささ秋葉様、まずいことを喋り出す前にやっつけちゃいましょう。琥珀、これを梱包して発射台にセット。それと何がまずいことなのか説明して。アイアイサーです。翡翠、ここを跡形もなく掃除しておいて。アイアイサーでございます。スケジュールが押しているわ。5分以内で済ませてすぐに取り掛かりなさい。熱い指導力と決断力を感じる。一体何が始まるんですかにゃ。あなた星は好きでしょ。で、宇宙かよ。これで何回目だ。相変わらず広いにゃ。うわ、太陽が眩しいと思ったら、弱気を告げる私の目からビームでした。ビビビー。スペースデブリ。いつもサクサク、変わらぬ金属味。地球人類には早すぎる、私の朝のお気に入り。ただ飯付き宇宙滞在とは勝ち組ですね。水と空気と救援のあてはないけど。ああ、グラスに入ってるこれ。にゃーに、安物ダークマター30億年ものですよ。しかし、喧嘩キックで軌道投入成功させたってことは、シエロをボコったっつう話マジだったの？
つか私、星が好きって言ったことあった？まして星になるのはノーサンキューもいいところだが。はあ、猫の野望もこれにて打ち切りですかね。いいな、断じていいな、猫風に言えばいいにゃ。恥じぬ、こびる、支払わぬ。さっきのガチャ爆死も週明けのマジ締め切りもなかった。そんな無計画さで猫スクリプションできるのかって。毎週新作で開始、なし崩しに不定期年一か上等ですが。ゆえに良い子のみんな、次回配信も震えて待って。サムズダウンしようとした指は黙っておしゃぶりしとけ。よーし、じゃあ気合い入れて大気圏再突入行ってみっか。あのマッハ30のぬくもりだけは何度やっても慣れねえんだけどにゃ。